私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。フジテレビ相葉雅紀 VS 魂を爆死させても打ち切らない理由？どんなに視聴率が悪くてもまだまだ続く。嵐の相葉雅紀39がメインを務めるフジテレビ系バラエティ番組 VS 魂はリニューアルして2ヶ月ほど経つが効果は出ていない。打ち切りも囁かれるが、果たして、メルカリに大量出品されたアラフェス、風船。2020年末に嵐が活動を休止したため、VS 嵐から VS 魂に番組名を変えてスタート。相葉の他に風間俊介、佐藤勝俊、政財ゾーン、藤井流星、ジャニーズベスト、岸優太、TNG&PIS、不所引き、美少年がレギュラーメンバーとして出演している。ジャニーズの各グループから人気メンバーが集まったが、視聴率は振るわなかった。番組内で行われるゲームも少しずつ変えていったが、効果はなかった。その後、番組は今年4月末に VS ソウルグラデーションという新しいタイトルでリニューアルされた。しかし、この変更の効果もなく、視聴率は低いままであった。視聴率は低空飛行のまま、同時間帯の視聴率で再開争いを繰り広げている。いっそのこと、大幅なリニューアルをしない方が良かったのではないかとさえ言われている。番組が行き詰まり、ついに打ち切りになってもおかしくない状況ですが、そう簡単にはいかないようです。フジテレビとしては、いつか嵐が活動を再開した時のために、番組を終了させるわけにはいかない。フジテレビは視聴率が上がるまで何度でも番組を更新する用意があるのだ。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。